曲って言ったんですけど、曲はですね、昨日決めたばっかりで、その前にずっと練習したと思ったんですね。あとで理由言いますけれども、その1曲がちょっとだけじゃちょっと暇になったので、1曲、まず練習してたやつを、去年末に久しぶり、4年ぶりに復活しました中森明菜さんの、代表曲でもあって、まあ、加藤登紀子さんの歌でもあって、何パーセントの曲もあって、中島みゆきの歌。すごい悲しい曲なんですけど、で
もう一曲はですね、実は昨日、昨日 YouTube を見ていて、この曲にしようと思ったなぜ2曲やるかって言ったら、ご本人が来ちゃいましてで実は35年前、80年ですね、私、皆さん何だったかいろいろ思い出していただきたいけど、私ちょうど受験生だったんですね。で、真代さん当然覚えてらっしゃると思いますけれども、80年ですよね。で、80年、その前の年あたりから真代さんっていいなと思って、野村さんじゃないですけれども、大学生になったら追っかけようと思ってたんですよ追っかけようと思ってたんですけど、ちょっと追っかけられないところに行かれちゃいましたそうですね、はい、でそれが80年なんですね。ですから、その私ちょうど受験生で合格したらで4月になったら、ごめんなさい、よかったっていう追っかけられなかったんで、それから何十年してから追っかけるようになっちゃったわけですけれども、で、まあ、その頃流行ってた曲で、流行ってた曲が私一番好きなヘイリーでなんですけれども、今日ヘイリーでじゃなくて、昨日ちょうど YouTube を見ていたら、マヨさんがその出かける前に、なんかね、ヒットスタジオかなんかですかね、吉村麻也さんとかね、あの4曲ぐらいさらっと歌った後で、ご挨拶をした後に、まあ、さよならということでアデューだったわけですね。それを口笛をやろうと、ね、
はい